それでもなお前に進むか。夜叉よ。はい。意志なき力など無意味であり無価値。強固なる意志こそが不可能を可能とし、大義をなすための力となるのだ。はい。強固なる意志か。残された時間は少ないか。やはり貴様しかいない。この俺を嗅ぎつけてきたのか。
せても焼きが回ったものだ。ブリトラを倒してもまだゴーマどもは現れる。暇つぶしにはこと書かないが、まずはこのバカを何とかするか。Ha!
わきまえず、帰り見ず。だが迷いなく生きる貴様は、あのオーガスですら認めていた。だが貴様の体は、己の怒りにすら耐えられぬ脆い器だ。ならば、なすべきことはただ一つ。受け入れろ。7兆人分のマントラを蓄積していた因果要塞の中枢、八極炉だ。が、四季、欲、体、凶、暴、勇、そして世界の業そのものでもある。マントラを全て消費した今となっては何の力も生まぬが、貴様の怒りの器としては十分であろう。我ら七聖天を名乗った者たちの矜持を受け取れ。Thank you.
アスラとヤシャ、水と油、炎と氷、決して交わらざる二人はやはり雌雄を決せざるを得ないのか。二人の因縁に今終止符が打たれる。